よっしゃ、今日は9時から勉強すっぞー。やべー、やっぱスラムダンクいいわー。三能線やべー。キヨさん面白いね。どうも、アジャス、今週もよろしくお願いします。冒頭にもありましたが、皆さん勉強しようと思った時に、ついついスタートがうまく切れなくて、うわ、気づいたら1時間経ってるんだけど、とか、勉強の後の休憩、10分休憩しようと思ったのに、休憩めっちゃ取っちゃって、うわ、こんな時間みたいな。で、夜な夜な急いで宿題とか課題をやったりして、睡眠不足になり、学校が眠くなり、授業に集中できなくなって、で、また次の日に夜な夜な勉強して、みたいな悪循環になってる方もいると思うんですよね。で、そんな方向けで、自分の中でもっとね、ちゃんとメリハリをつけたいとか、やるときはやるって、しっかりやりたいっていうふうに思ってる方、変わりたいと思ってる方向けにポイントを話していきますので、どうぞ最後までお付き合いください。一つ目は勉強のスタート時間を決めましょう。そんな単純なことでって思う方もいると思うんですけど、意外と決めてない方多いですよ。夜勉強しようとかね。じゃ夜って何時って話なんですよ。だって8時でも夜だし、10時でも夜なわけですよね。必ずスタート時間は決めてください。これは私も含めてですけど、今までを振り返ってみてください。いつかやる、後でやる、この自分に何回裏切られたでしょ。だから必ず時間は決めます。なので学校は時間が決まってるんですよね。学校授業は何分から始まりますみたいな。ダラダラしちゃうから、メリハリつかなくなっちゃうから。でも学校とかっていうのは誰かに決められてるでしょ。うわ、この時間から始まるのかってなるんだけど、みんなは自分で決めていいんだから、自宅学習に関しては。だから自分で決める。で、自分で決めたことはしっかり守る。これすごく大事なんだけど、自分を裏切ったらあかんよ。これ自分を裏切ると他の人の決めたことを裏切るよりもダメージがでかいです。メリハリがつかなくなる。だから自分で必ず勉強のスタート時間を決める。で、毎日同じ時間に固定できるとかなりいいです。習慣化はしやすい。だけど、例えば部活のこととか塾がね、なんだ、不定期に入る方も多いと思うので、何曜日は何時から、この日は何時からってバラバラでも構わないから、必ず今日は何時からやるっていうのを事前に決めておく。これはやっておいてください。二つ目は、やることは事前に決めておく。これも意外と多いんですが、皆さん今から勉強やるぞって勉強机に座ってから勉強内容を決めません？何やろっかなーって、あ、数学怪しそうからここやってこうみたいな。で、このスタンスを取ってる方は今すぐにやめましょう。これはかなり結果が出にくいです。なぜかっていうと、計画性がないからです。そこには、そこの気分でこれやっとこうって、次の日もこれやっとこうって、計画性がないから定着もしにくくなっちゃいます。なので、必ず前日勉強が終わった時に、翌日の勉強内容、これを明日やるんだっていうのを決めてください。で、その時にもう一個プラスしたいのが、その次の日ね、勉強するスタートです。この科目のこの問題から始めるぞっていうピンポイントで始める問題を決めてください。それプラス、学校のある日に関しては、学校で授業を受けますよね。で、基本的に学校で授業を受けてる時に 100% 全部理解するって難しくないですか？うわ、これ多分怪しそうとか、うわ、ちょっとわかんなかったなってあるじゃないですか。で、そういうのは必ずメモとか付箋をつけておいて、それを今日復習すると決めます。つまり、学校の授業を受けてる時、学校にいる時に、その日確認することもプラスで加えるんです。決めておくんです。家帰ってから、今日何が分かんなかったんだっけなんて覚えてないんで、メモしておかないと。だから必ず決めます。つまり前日に、翌日ね、次の日これをやろうって決めたことと、学校ある日は学校でこれ復習しなきゃってものをプラスするんです。で、プラスすると多くなっちゃってできないこともあります。で、その時は基本的に前日やろうと思ったものを削ってください。学校で確認書、その日やったことの復習はその日にやった方が絶対定着するから。疑問に残ったことも後回しにすると分かんなくなっちゃうんで、何に疑問持ったかを忘れちゃうので、その辺はうまくね、組み合わせてもらえたらいいんですが、必ず今日何やろっかなのスタンスじゃなくて、前日に次の日にやる勉強、そしてスタートを何から始めるかっていうのを決めておいてください。3つ目、勉強を始める時間の5分前には着席するです。前日にやる勉強内容も決めておきました。そしてスタートも決めておきました。これをやっておけば大体大丈夫なんですが、でも5分前には着席するんです。
例えば夜の9時から勉強すると決めてた時に、9時にまあタイマーとかつけますよね。で9時にパタイマーが鳴って、よし勉強しようって座りました。そっから例えば前日のね消しゴムのカスが残っててちょっと掃除をしたりとか、ちょっと整理整頓をしたりとかすると意外と時間経つんですよ。5分とか10分とかで、そのスタートをしくじると意外と人はぐだつきます。あーまあいっかみたいな。これはまあ完璧主義とか関係ない。まあ自分完璧主義なんで、よりそのね傾向があるんですけど、割とスタートがぐだると、まあいっかもうみたいな。スタートちょっとダメだったしってなりがちなんですね。なので5分前には着席する。つまり8時55分にアラームをかけて、アラームが鳴ったら席に行きます。だってトイレ行きたくなるかもしれないんだから。ね。そういったことも含めて着席します。で、綺麗にして、で、もう整理して、9時になった瞬間に1問目が始められると。これやってみてください。これをやるだけでもスタートがかなり切りやすくなります。で、人間は作業興奮っていうのがあって、作業を始めちゃうと意外とできるもんなんです。つまりやる気が出たから頑張るんじゃなくて、頑張る環境を整えて頑張り始めたら、あれやる気が出てきたかもってことが本当にあるんです。で、これは絶対じゃないけど、やる気が出るのを待って頑張るぐらいだったら絶対後者、頑張ってるうちにやる気がちょっと出てきたかもにかけた方がパーセンテージ、確率が高くなります。なので必ず決めた時間から片付けとかも全部終えて、1問目がその時間に始められるように自分のタイムマネジメントをしてみてください。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。で、先週6月のテーマポイントをね話させてもらいましたが、6月は基本的に非常にやる気が出にくい、落ち込みやすい時期です。で、目標設定、つまり前日に次の日これやるぞとか、この1週間でねこれ終わらせるぞって目標設定をかなり低めに設定してという話をしました。で、このスタンスは基本的に変えなくていいです。いつか低めに設定しておいて、それで例えば翌日これやろうと思ってやってみたら意外と早く終わっちゃったなって、あ、まだいけそうだからプラスでやっていこうって、つまり決めたもの以上に進んじゃうスタイルです。で、これをやるとかなり自分の中でも、あ、うまくいってるっていう感覚が取れますので、まあ6月のね、ちょっとね、特徴ではあるんですが、目標設定は低めにする。ですが、今回話したね、特徴というか、やり方をしっかりやって、スタートをうまく切っていくっていうのをやってみてください。はい、ということでね、今週もここまでお付き合いいただきありがとうございました。来週と月曜日にまた何か喋っていきますので、どうぞそちらもお付き合いください。では、今週1週間もお互い頑張っていきましょう。それじゃあ、またね。